せーの、ほやほや株式会社新婚夫婦。はい。今日は妹が来た。はい、お邪魔してます。お邪魔してます。ってことで、はい、今日は3人で鍋にしたいなということで、はい、まあ今日僕が料理を披露するとかじゃなくて、うん、ちょっと一緒に作っていきたいなって、はい、たまには。たまになんだ、うん、たまになって一日だってあなたのキッチンが入るのってあ、そうです。でも今日はこうやってこうねゲストがいるから、うん、こうやってこうこうがこうやってこうこうこうがね、はい、ってことでまあこうやってゲストがいるからちょっと招きたいなってことで、はい、今日はですね、おもてなし、そうです、はい、とろろ鍋を作っていきたいなと。嬉しい、嬉しい。これやっぱそのとろろが妊活にいいと、うん、科学的根拠はまだ得られてないんですけども、うん、コメント欄によく書かれてるんで、とろろがいいって、とろろがいいって、あ、いいね。これも鍋にとろろバーンと乗っかってるやつ、やったー、それやろう、はい、それを今日作っていきたい。嬉しい、はい、ね、はい、嬉しい、ね、ってことでね、今大雨の中ちょっと具材買ってきたんですけど、はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ今準備中です。はい、はいはい、で、事件が起きまして、もうほんといいね、よくこういうことあるんだよね。まあ僕は今日はそのとろろって冷凍とかでも売ってるんですけど、うん、ちゃんとこう芋からすりたいなっていう、うんうん、まあ、そういうなんて言うんだろうね、うん、そう、自炊始めたてのあるじゃん、うん、そういうやりたい気持ちが、ほやほやのね、そう、はい、だから、うん、まあ、さこの辺ダイソーでね、なんかその万能スプーンで釣れるやつみたいなのもあったんだけど、うんうん、今日めっちゃするだろうなと思って、とろろ鍋ってすっごい疲れるね、尋常、うん、じゃないくらいするだろうなと思って、うん、じゃあちゃんとした、うん、あのするやつも買っとこうと思って、うん、スーパーで買ったんです。したらね、そしてこれを買って帰ったら、私の、はい、嫁激怒、もうほんとにのあるんだけど、嫁激怒、ちゃんと聞いて電話でと思わない、こんなにあるね、これ同じブランドじゃないの、もしかしてほぼ同じ、ちょっとなんか最近になってなんか良さそうだけどさ、綺麗な、まあなんぼあっても困りませんから、あ、それ芸人さんのやつね、はい、ってことで、はい、もうちょっと適当なノリで作っていくんですけど、はい、まあ、翔子ちゃんにいろいろ切ってもらいながら、はい、僕は先にね、うん、豚をね、うん、炒めるの、軽くちょっと炒めて香ばしくしときたいなっていう、これもう僕の勝手なあれなんですけど、うん、ごま油で軽くね、軽くよ、はい、ごま油使いすぎるとめっちゃ怒るんですよ。そうなんだ、はい、もうなんか、うん、違うの、ごま油とバターって良くないのね、うん、私の中で、うんうん、使もうた、いやでしょ、うん、なんだけど、ごま油とバターで食べさせてるわけじゃないじゃん、違う、バター添えとかよく作るんだけど、バターなんてかすんごいの、うん、バターはバター、今はごま油の話してるでしょ、ごま油にするんだったら、あ、まあ、ごま油はいいんだけど風味付けとしても、うん、でしょだけど、うん、こういう、うん、ね、体に脂肪がつきにくいとか、そっち派、それもわかるよ、でもオリーブオイルとか、オリーブ、あ、じゃあこっち、もうめっちゃ買っとるやん、それほんまめっちゃ違う違う、これはなくなるから、もう先にね、あのポイント5倍の日に買っといたのよ、はいはい、はいはい、じゃあちょっと今日はなんかあれの日だったんでしょ、今日はね、うん、Tポイント5倍貯まったのよ、あんたびっくりした、まびっくりした、しかも、うん、Tポイントが2倍貯まる Yahoo のクレジットカード僕作ったんで、うん、もう大変なことになってる、Tポイントが、もうすごいね、Tポイントだけでご飯食べていけんじゃないのかっていうぐらい、うん、確かに、いいね、はい、ということでね、はい、この豚肉をね、ちょっとまあ、多めにちょっと買ったんですけども、うん、炒めていきます、はい、お願いします、後ろ失礼します、なにこれ、どういうこと、ちょっと怖いんだけど腰をつかんできて、もう痛い、包丁使ってるのに、本当に包丁使ってる、本当に使ってるよ、はい、ちょっとね、豚をね、うん、はい、軽くですから、軽くね、ほら、これもね、うん、最近カブダさ、うん、これを買おうとしてたの、これ家にあるとか、あるに決まってるやんかなだって見たことないんです、しょうこちゃんがそれ使ってるの、やってたよ、ちょっと口尖らして言ってますけどあの鍋の素とか売ってるじゃん、うん、ちょっとそれで行くのは嫌だったもん、うん、自炊始めたての人としては頼りたくないじゃん、うん、あれあんまり使わない、うん、この気持ち、あれこれなんかいつも買ってる、話聞いてます、はい、聞いてます、ハブってこうやってやり方知ってる、何あれほい、何それ買ってあるんだ、ね、何それこうやったら剥けるの、こういうの知らんでしょ、知らない、やばい何それ、どうですか現場は、私はもうとにかくごぼうをただただスライスして、お、美人姉妹はい、美人姉妹料理してる、うん、すごい、
贅沢。最近褒めるの上手になってきてる、ね、そうなの、美人姉妹、美人姉妹、うん、やだほら、美人姉妹ごぼうを刻んでおります、うん、すごい、時期だめっちゃいいじゃん。はい、鍋の方はですね、うん、こっち徐々に少しずつ具材を入れつつ、うん、スープを作りました。スープはどんな感じなの？昆布と白だしです。後ろ姿からも美人伝わる、うん、ちょっと一緒に同時に振り向いてもらえますか？せーので、せーの、うわ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 。じゃあね、はい、芋を擦っていくよ。あ、滑る、すごい滑る、やばい、マジで初体験なんだけど。これどうやってやればいいの？本当に滑る。こうやってやればいいんだよね、うん、いくよ。はい、全然いけるよ。これあれだ、これあれだ。ちゃうちゃうちゃう、それちゃうやろ。こっちか、うん、スライスになってる。見て見て、すごい、すごい、結構早く削れるね。ねえ、ほんとだ。どう？結構力使いますね。これは最後にかけるってことね。だよね、だよね、うん、合ってるよね、うん。見て、素敵、見てちょうだい、めちゃめちゃ美味しそう。グツグツグツ言うてますけど、美味しそう。ここにこれをぶっかけます、はい、いきます、いっちゃえ。うわ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 、美味しそう。上手ね、上手、めっちゃあるやん、すごくない？上手上手上手、いい、すごい。はい、ということで、はい、これ装いましょう。じゃあいただきましょう。はい、はい、じゃあちょっといっちゃいますね。いっちゃいましょう。うわすごい、すごいね、すごい、なんか妊娠しそう。あれあれ、そんなことない。トロトロだから、そんなことない。なんかもう ここまで来ると妊娠しそうな感じ。すごい、ない、すごいね、だってもう、うん、この感じがすごい、ほらすごい、うん、トロントロン。ちょっと入れていただきましょう。 ありがとうございます。優しい、さすが女子力高いわね。あなたの方がいい。見て、お箸がね。あ、そうだ、見ましたよ。やっと来たから、これ3人でこれ使えるの。嬉しい嬉しい、もう紅茶用のお箸ね、妹が来た時よ。あ、紅茶用の練り梅も入ってるからね、ダイソー。あ、そうだ、梅のお菓子がね、もう紅茶来た時よね。では、いただきます。いただきます。すごいトロトロよ。どうよ、どうよ、どうよ。スープ取った？スープ入ってる？スープも味見した？うん、ちょっとだけ。うん、どうな、うん、どうな、あ、確かに妊娠しそう。ちょっとお肉が入ってる。お肉探します。私探していいですか？あら、お肉、お肉ないんだよ。お肉入ってます、お肉入ってます。そんな貧乏な家庭じゃないですよ。お肉がない、お肉がないって、そんなやめてください。2パックも入ってますから。はい、ちょっとタレも、はいはいはい。わー、はいはい、トロトロン。はい、スープもね、トロントロン。はい、うん、うん、アクアク、熱々。どう、最初にごま油で炒めた会話あった？うん、うん、よかったでしょ。うん、あんだけ旨味が効いてる。最初あんだけごま油ディスられましたけども、結局食べた時に、うん、あの時やっててよかったなって。今日はめっちゃよかった。へえ、おいしい。ん、ほな、いただきますね。うん、うん、すごい、あ、すごいすごい、うん、すごいよね。うん、めっちゃ温まるじゃん、これ。内臓から温まる感じする、もう、うん、うん、美味しいわ。あ、美味しいわ、うん、生姜も削ったら最高かも。あ、そっか、ね、美味しそう。思った？めっちゃ美味しい。うん、来た、来たよ、大成功。はい、じゃあもう最後は、うん、ちょっと、はい、コウさんに、はい、ゲストに、ゲストの前にいただいちゃってるから、うん、確かにね、あんだけね、一番おもてなしなのにね。はい、こっちにじゃあ来てもらう。はい、じゃあ、コウさん、はい、いただきます。暑いよ、めっちゃ暑い。なんか暑そうだね。そう、お芋熱くないのにさ、うん、もう下が閉じこもってるのか、すんごい暑い。いただきます。うん、
うんふんいただきました。うんふんいただきましたよ。ちょうどいいね、味が。ね、すごいパワーつけそうだね、なんか。すごくない？スタミナつけそうなんだろう。本当に。うん。これは、皆さん、ね、だしも美味しい？うん。だって。あ、僕です。だし僕です。かぶだし、はい、かぶだしです。かぶだし入れましたから。はい。ということで、皆さんもよかったら。はい。歌舞伎の妊活飯、はい、真似してみてください。これ妊活、あ、そっか、妊活飯。そう、妊活飯。そうだった、そうだった。はい、ということでね、この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録とコメントもお願いします。あー、いいね。やっぱエンディング美人姉妹って締まるね。いいよ。バイバーイ。いいよ。バイバーイ。